さあこぼれていったボールですけども、武藤遠目から狙っていった。フルス対戦の武藤、まず狙っていきましたが惜しくも枠の右でした。ブロック、中川のブロックでした。もう一度ここはグラウンダーのボールを使っていきます。ワンタッチで落として、そして遠目からのシュートということになりました。宮代です。コーナーキックゲットです。かわしてシュートまで早かったですけど、森重ナイスブロックでしたね。はい、まあ、手の位置、体を大きく見せているのか、ま、さあフィールドレビューは終わりました。どう判断するかですが、うわ、 PK だ。取りましたね。あっと、タッチ滑りましたかね。ですね、滑りましたね。キーパー触りましたが、ファー流れていく。小泉シュートだ、来た。前線 FC 東京、あの位置から血を這うようなシュートになりました。小泉です。今日先発起用に応えました。簡単なシュートじゃないですよ、ね。さあ改めて今のシーン、スピードがすごい。すごいところ抜けてますね。すごいですよ。本田から広瀬、左に宮代流れていきますが、そちらは使わずに上げていったこのセカンド武藤、そしてシュート強烈、ナイスキーパー。酒井豪徳の強烈なシュートでしたが、当たる止めました。まだ20歳ですかね。そうなんですよね。大迫、そして後ろからこの武藤から一旦左に出して、クロスからのファーサイドヘディングきた。宮代だ。宮代押し込みました。同点に追いついた神戸。今のシーンです。大阪のポストからセカンドの仕方をね、宮代がサポートして少しためを作って、完璧ですね。完璧です ね、左足のクロス精度高いです ね。右足はね当然持ってる選手ですけど、完璧でしょ。本当に完璧です。でも入り方もやっぱり大阪はニア潰れる。広瀬が仕掛ける、パットインをして、ここから狙っていった、ディフレクトする。あ、ポストだ。こぼれ球、宮代、まだある。宮代、そうですね。大阪、宮代が受けていく。おっと、こういるか。あった、あ、吹きましたけど、これここで吹かれるとどうですかね。あ、レッドだ。決定機阻止ですもんね。決定機械の阻止、ドグソ一発レッドの退場になります。まあ自分がフリーキック、大迫狙った、来た。うわ、すごい。バーに当たってゴールイン。フリーキック直接沈めますね、メンタルが。すごい。頭触ってましたか。触ったと思いますよ。はい、触ってますよね。はい、かっこいいな。いや、でも本当に強心臓じゃないかな。ここはカバーをしています、手元のプレーです。そしてガラシルバーからバンクナガンでカシーフ抜ける。中に中川、そして荒木もいる。さあ、ダナシルバーシュートを狙っていきました。こぼれていったボール、松木だ。松木、右足でのシュート、ナイスキーパー。ここは前川のセーブです。さあ、松木に狙って、ちょっとゴールから遠ざかるような形になりました。小泉に入れていく。小泉がそのまま運ぶ。入れ口ついていくか、まだ運ぶ、まだ運んで、ここでジャーシルバーを使う。さあ、なんかバングナガンデカシーフも前線に行っている。さあ、縦に仕掛けてのクロス、ここは前川のセーブでコーナーです。ここで長い笛が吹かれました。先制は FC 東京でしたが、神戸逆転での勝利。大迫 PK 失敗もありましたが、見事なフリーキック、直接沈めたあのゴールが決勝点になりました。